乃木坂46の1期生でキャプテンの秋元真夏が7日、オフィシャルブログにて、グループ卒業を発表した。乃木坂46の、最後の1期生の卒業発表には衝撃が走ったが、ツイッターでは、アスカちゃんの卒コンがトレンド入りしている。秋元の卒業発表後、ツイッターの、日本のトレンドには、シャープ秋元真夏、マナッタンは秋元の愛称、卒業発表、最後の一期生、全員卒業、などのワードが並んだが、その中には、アスカちゃんの卒コン、アスカの卒コン、なるワードも並んだ。アスカちゃんとは2022年末をもってグループの活動を終了した秋元と同じく1期生の斉藤アスカのこと。斉藤はすでに卒業をしているが、2023年開催予定の卒業コンサートのみ控えている状態にある。秋元は2月22日から25日の4日間、神奈川県横浜アリーナで開催予定だった、イレブンスイヤーバースデーライブに追加して、デイファイブとして2月26日に行うことが発表された、秋元真夏卒業コンサートをもって卒業するとしている。イレブンスイヤーバースデーライブには斉藤飛鳥の出演はございませんとアナウンスされており、2022年12月5日のイレブンスイヤーバースデーライブ開催発表時、さらに斉藤の卒業コンサートの日程はまだ発表されていない。バル、斉藤の卒コンの日程が出るまでははっきりしたことはわからないが、ファンからは、アスカちゃんの卒コンの時は一期誰もいないってこと。アスカちゃんより先に卒コンやるなら、アスカちゃんの卒コンにはマナッタンはいないのか。マナツさんの卒コンにアスカちゃんがいなくて、アスカちゃんの卒コンにマナツさんがいない、なんてあり得ていいのか、など様々な声が上がっている。